どうも皆さんこんばんは、ごはんです。さあ今回はですね、陸ジム制作こちら、前回ですねウェザリング的墨入れをして、まあデカールを貼ったものにですねトップコートを吹いて、このシールの狭間をね目立たなくして、その上に艶消しを吹いていきたいと思います。というのもですね、前に作ったこちらジムガードカスタム、こちらは艶消し吹いた上からタミヤのウェザリングマスターでウェザリングしたんですけど、このシールの境目がめっちゃ目立っちゃって、トップコートをね何層か吹いてからやるとシールの境目が目立たなくなるよって教えてもらったので、今回はですねトップコート吹いていきたいと思います。で、問題が我が家に塗装ブースないんですよ。で、結構バルコニーとかで作業をするっていう話も聞いたことあるんですけど、うちのバルコニーちょっと一周を立てるのが禁止なんですよ。なのでちょっとお風呂場でこう段ボール置いて、その中でやろうかなと思っています。今ね1個ね販売されてる塗装ブースみたいなのが気になってて、なんかちっちゃい換気扇みたいなのがついて、その吸気口を窓に刺してこう匂いをね外にこう出すよっていうシステムなんだけど、まあ、それもちょっとした一周騒ぎになりそうなんだけど、みんなどうしてるんだろう、自作とかしてるんですかね。で、あとね最近ちょっと作ったガンプラが溜まってきて、そろそろこうねガンプラを飾るスペースが欲しいなって思ってて、ネットでガンプラ棚とか検索したら、なんかこう LED がついてて、その LED の色も変えられるよっていうめちゃくちゃかっこいい棚があったんですよ。けどね高いんだよ。だからちょっとね踏みとどまってるんだけど、まあ器用な人とかはねこう自作とかするのかななんて思いながら、まあとりあえず1ヶ月ガチャ引くのやめろって感じなんだけどね。まあとりあえずねちょっと話が脱線しましたが、これからですねお風呂場でスプレーを吹いていきたいと思います。はい、ということでちょっとねバスタブの上にこの段ボールを設置してね、この中で作業していきたいと思います。で、今回吹くのがこちら半光沢のトップコートです。これもちょっと塗り重ねてシールの境目なくしていきたいと思います。トップコート吹けたので、最後にこちら艶消し吹いていきたいと思います。艶消しまで完了しました。乾燥作業が終わりました。いや、このデカールの境界線が平らになったのかどうかはちょっとわからないんですけどなんかまだデカールってわかるんだよね。もしかしたらトップコートもっと濃いめに、てかエアブラシとかでやるのかな、ちょっとその辺はまだわからないんですが、これからですねこちらミスターウェザリングカラーのサンディウォッシュを使って全体的にねドライブラシをかけていきたいと思います。なんか前回の動画でスポイトない話したら、ストローでね代用できるよって教えてもらったので、今日はストローでねこぼさないように塗料皿に移していきたい。こういうことでしょ、これ。あ、違う、最初に指をプスってして空気を抜いといて、パッて指を上げて、あ、こういうこと。ちょっと少ないな、吸っちゃダメなんだって。当たり前だけど当たり前だけど、吸うと多分ものすごい勢いで多分塗料が口に入るんだよね。当たり前だけど、なんかまあサンディウォッシュっていう名前だけあって、多分ねこれね砂汚れみたいな色してるよね。手についちゃった。で、こちら薄め液も別のストローでやっていこう。プッて空気抜いた状態で差し込んで手あげると、あれ抜けない、なんで、あ、わかった、あ、嘘、全然わかってないバカなのかなバカなのかな、ストローでストローで吸い上げられないんだけど、あれ握りつぶしてたらいいんだ、握りつぶして入れて、全然ちょっと待って、吸い上げられんねんけど、なんでやろこれ。取れた取れた、なんで取れたかわかんないけど、まあ、ドライブラシというだけあって、この筆に塗料をつけて一回キッチンペーパーでこうちょっとオフするんだって。どれぐらい、これぐらいで、ちょっと筆乾かしてちょっと見えないとこからやりたい手の内側とかで
を全体的に多分サッサッサッってやるんだと思うんだよね。いや全然ドライじゃない、ウェットブラシなのこれ。色が変わってるのか変わってないのか本当にわからないレベル。でもまあまず一番これは下地の色だからそんなもんでいいんだよね。メイクも同じだけど薄い色からどんどん濃くしていくから、まばらにのせていくとそのまばらさがそれっぽくなるんじゃないかなっていう。さあ問題のデカール部分にちょっとのせていくよ。隅の方からいこう。デカールの輪郭が浮き上がりませんように。ちょっと避けちゃうよね。いやでもこの辺とかちょっと汚いんだよね。まあ、この後まだいろいろ覚えたばかりのねチッピングとか甘だれとかやっていきたいんで、まあ、ちょっとこれこの色はちょっとのせるだけでいいかなと思ってます。薄いしね。はい、ということで全体的にこっちがワントーン落としました。まあ、日焼けしたみたいな感じになってますね。ちょっとねカメラだと分かりにくいかもしれないんでちょっと写真撮りますね。ではこの作業を全てのパーツに行っていきます。なんか完全にブラシ乾かしてやるんじゃなくてこう塗料をベチャってのせるとなんかね簡易的な勝手に甘だれ表現みたいになって、なんかこれも味があっていいかなって思うんだけど、こう垂らすなんかこう泥水から上がってきた風みたいなさ。あーこれ逆なの直すの忘れてたこれ逆って指摘されて、これそうだよね、下向いてないとダメだよね、泥が入るよね。しまった、ちょっと塗っちゃったから乾いてから直そう。はい、ということで全体的にまあなんて言うんだろう、砂っていうか日焼け表現みたいなのできたんですが、ちょっと個人的にねやりすぎちゃったとことかあるんで、この薄め液だけ筆につけてちょっと拭いていこうと思います。こことかまだ見えないんだけど、ちょっとやりすぎちゃった気がするんで、これからねもっと濃くしていくんで、ベースがこんなに濃かったらちょっと目立たないかなと思って。あ、でも逆にねほらやりすぎちゃったとこをこう薄め液で拭いていくとなんか逆にすごいいい感じのぼかしになるね。これは新たなテクニックかもしれない。トップコートとは何だったのかだよね。もうスプレーとか全部取れちゃってるんじゃないかなって思う結構ねカメラで見るとねまだ綺麗かなぐらいに見えるかもしれないんですけど、実物ね結構汚れてます。1段階目のウェザリングをやっていきました。ちょっとね色がね飛んじゃうから照明消してみたんだけど、意外にね結構濃く塗れてるので、これ以上はやりすぎるとまたねジムガードカスタムみたいになるから、濃くなりすぎないように気をつけながら作業を続けていきたいと思います。そして塗料が乾いたらここしっかり直していきますねということで最後までご視聴どうもありがとうございました。それでは皆さんさようなら。チャンネル登録をお願いいたします。よかったら他の動画も見ていってくださいね。